ポルトガルの南部アルガルベ地方の都市である。面積は678.75平方キロ、2004年、現在の人口は3万4909人である。シルベス市をアラーデ川が流れており、アラーデダムとフンチョダムを形成している。シルベス市は全体的に丘陵の多い地形である。南端は大西洋に面している。この地域には、 旧石器時代から人が住んでいたと言われており、その頃の遺跡も残っている。アラーデ川は交易のために内陸と海とをつないでいた。シルベスの町は、ローマ人の侵入の頃に作られたのであろう。713年以降、ムア人の侵入に際しては、あとウマイヤ朝の都市として栄えた。10世紀には、アルアンダルス西部の一都市として、重要な役割を担った。 1027年には大派として独立を果たした。1156年にはムアヒド朝の参加に収まる。1189年には三種一世のレコンキスタにより一時はポルトガル領となった。しかしムアヒッド朝によって改めて奪還されている。パイオ・ペレスコレアとそのサンティアゴ騎士団によって1242年にポルトガル領となった。 モスクは大聖堂へと改められた。ポルトガル国鉄アルガルベ線のシルベス駅は、シルベスの中心から約 1.5km 離れている。ありがとうございます。